シャリン様、光の弓矢を手に入れました。もうマラドーなんて余裕ですわ。うむ、その弓矢で奴を打ち倒すのじゃ。はい、シャリン様、マラドーの居場所を教えてください。わからん。シャリン様、いや何度も探ってみたが、奴ら完全に気を隠しておっての。探し出す方法はある。ディーゴ、お主まだ動いては。マラドーが復活した場所を覚えているな。あの祭壇の下には通路が隠されている。そしてその奥に奴らが乗る魔列車の位置を示す道具、光の羅針盤があるはずだ。ディーゴさん、魔列車は闇世界の存在だ。キマロキも位置を知らなかった。そこで私が塔の力を利用して羅針盤を作ったのだ。それを使い魔列車を見つけたが、羅針盤は聖なる力で作ったもの。魔族であるキマロキには触れることすらできなかった。羅針盤は今もあの場に置き捨ててある。ありがとう。セナ、参りましょう。一刻も早く光の羅針盤を手に入れなければ。セナよ、お主に渡したいものがある。今のお主なら扱えるはずじゃ。この剣の名はロコモの剣。天上のお方から授かった魔を打ち倒せる伝説の刃じゃ。刃だよね。この剣を意のままにできるのは天上のお方のみじゃったが、お主ならきっと大丈夫じゃ。存分に使いこなしておくれ。セナ、ゼルダ、よろしく頼む。さあ、というわけで神の塔23階までやってきました。で、この上に登って、で、さらに屋上に、お、え、何ここ。あ、そうか、ディーゴさんと戦ったところでした。で、この奥にまた階段がつながっておりまして、最上階に行けるはずです。はい、というわけで最上階着きました。あ、スタンプがある。押しとくか。スタンプ台が置いてある。2個のスタンプ帳にスタンプを押しますか。はい。これね、俺気づいたんだけど、これ2013年になってるんだけど、14年だよね。よし、5月12日、 OK。 さてと、ここに何かがあるのか。ん、あ、いや待てよ、光の弓矢を待て、あ、なるほどね。これか、この目玉か。この目玉を光の弓矢で撃ち抜くのか。はい。で、残り1本。いけ！お！30回。は？どういうこと？異空間すぎるやろ。異空間犬カレー先生なんですけど。というわけで30階にやってきたということは29階にご用事。29階、まさか祭壇の下にこんな広い空間があるとは思いませんでしたね。セナ、今度こそ本当に最後です。二人の力を合わせて頑張りましょう。うん、さあ行きますよ。みんなはどの空間なんだってもきっと
これちゃんとなんか回復の泉みたいなところあるんでしょうね。24階。さあこれからどうなる。ん、セナ、長く苦しい道のりでした。ここで終わり。ファントムの体を借りるのもこれで最後かしら。あ、そう思うとちょっとなんか寂しい気持ちになる。というわけで、あ、宝箱、これが光の羅針盤。もうバッチリぴったし2時間この神の塔を攻略してたんだけど、はあ、疲れた。本当に疲れた。もう寡黙にさもうちゃぶ台ひっくり返す暇もないぐらいさ、もう寡黙にお父さんみたいにさ、もうトントンとタッチペンをね、こう、とにかく光の羅針盤を手に入れた。世界を光で照らし出し、邪悪な闇の世界の場所を示してくれる。見てセナ、光の羅針盤が。ごまだれ、森の大地の石板が怪しく輝き出す。光の羅針盤の力により闇へと続く線路が現れた。セナ、マレッシャを追って闇の世界へ向かいましょう。待ってなさい、私の体。はい、というわけでマラドーがいると言われている場所のなんかその洞窟の入り口前までやってきたんですが、ちょっと上の方見てもらえるかな。あれ、あの林の奥に隅さ、なんかこう暗雲が立ち込めてるとこがあるんですよ。あそこがマラドーさんがいると言われてる場所で、ここ目の前に洞窟があるんですが、この洞窟の中になんかあるのかな。まあいいや、行ってみましょう。レッツゴー。もうこういう洞窟はさ、もう上の方ばっかり凝視してっから俺、ほんとに上の方、上の方なんか張り付いてないか気をつけて。カニさん、これちっちゃいのがいるってことは大きいのがいても全然おかしくはないということ。怖いわ。あ、すぐ洞窟抜けたじゃないですか、拍子抜け。わお、セナ、前を見てください。こんな近くにこのようなものがあったなんて。鬼ヶ島、この先は戻れぬかもしれぬ。ああ、読めない。覚悟を決めて進むのじゃ。わかりました。ん、緑緑してる、入り口が緑緑してる。これ大丈夫か。吸い込まれていった。さあ、異空間、ここは魔が救う闇の世界。どこかにキマロキがいるはずだ。なにここ、おどろおどろしい。あーだだ、あ、いや、光の雫、光の雫は神の汽車にしばらく光のパワーを与えてくれる。汽笛を鳴らし加速して奴らを倒すのじゃ。奴らって何？何奴らって。え、ちょっと曲がるか、曲がって曲がって。奴ら、ちょっと待って待って、ジェイソンさん後ろ見てください。ジェイソン、ちょっと待って待って待って、早くない？早くない？ジェイソンさん、あ、汽笛速い、めちゃくちゃ汽笛速いないですか。どうしよう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 。これさ、目の前に、これ、もう追いつきますよ。これ、アタックすると、あ、倒せる。その調子を、汽笛を鳴らして、奴らを追いかけ、やっつけて。なるほどね。アタックする。あ、しまった、しまった、しまった。よっしゃ。残り1体じゃないですか。は？早くない？よし。確実に追い詰めた。最後の一人を確実に追い詰めました。いけ、よっしゃ。あっけない幕引きだったぜ。キロマキのやつはこの先の闇の果てにいるはずだ。素でキロマキって言っちゃった。やつの暴走を止められるのはお主だけじゃ。あなたこそ伝説の機関士なのかもしれないわね。マレッシャってやつですよね。なんかレール無視して走ってないか。あ、いや、レール、うん、どうなってんの。さあ、いや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 、樽が出てくる、樽が出てくるっす。いや、樽が出てくるけど、その樽を攻撃すると逆にやつにダメージを与えれるという仕組みでしょうか。なるほどね。寄ってきてる。そんな攻撃ってありかよ。そんなと危ない。やめてやめてやめて、もう止まってる俺は。
奴の気を前方に感じるぞ。これ樽を攻撃。樽だってばよ。よーしよ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 し。さあ、マレッシャとちょっと距離を置きました。で、距離を置くとまた樽を仕込んでくると。いや大丈夫、よし。ちょっと待てよ、また樽を出してくると思いますので、ここだ、いけ、よし、オッケー。樽、さあ残り一つか、きた、よっしゃ、空箱になりましたよ。そうするとなかなかの腕前じゃ。一車両ちょっと外れたってことかな。あ、苦しんでる苦しんでる。こういうの繰り返し、おー、これ大丈夫か。ワープゾーンか、なるほど。さあまた、いやいや、それは、いや、それはどう避けたら。よしよしよし、避けてますよ。 OK、 次はレーザービームをアタックできるようです。あ、危ない、よっしゃ、危ない、何が危ない、何が危ない、大丈夫、よし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 。さあダメージを受けずに入れれているようです。とレーザービーム、レーザービーム、よっしゃ、待てよ、ここは曲がっておかなければ。 OK、 いいですよ、うまいですよ。汽車の扱い慣れてますね、セナさん。で、また危ないってなるのか。いや、大丈夫、 OK、 うー、ここだ、いやー、食らう、危ない、ここだ、よし。で、残り、あー、炎に燃えちゃった。ここだ、なかなかの腕前じゃ。で、2車両目、これでもう後がないんじゃないか、マレッシャさん。はぁ、なかなかあなたって打たれ弱い。さあ、ワープゾーンができましたので、どんどんと前に進みましょうか。うむ、なんかバタバタしてんな。一応ちょっともうこうやって止めておこうか。あ、なるほど、ガハラさん、よし、チャンスだ。前方から顔を打って、顔を打てるようです、顔、よっしゃー、たらふく食べてちょうだい、いいぞいいぞいいぞ、ダメージを与えれて、危ない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 、危ない、ギリギリノンストップ、ストッパブル、どっちでもいいや。待て待て待て、危ない、これ危ない、こっちだ、こっちに曲がって、いや、ダメじゃんダメじゃん、そっち曲がってもダメじゃん、痛い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 、危ない、よし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 、よっしゃ、だいぶ距離ができました。ここからまた攻撃ができるようになるということでしょうか。だからやつのくるくる回ってるやつをさ、こう大砲で当てれて、当ててこう、なんかこうカチッとできないのかな、カチッとできないのかな、できないぞ、来た来た来た、来てます来てます、痛い痛い痛い、よし。さあ、この時にチャンス、顔を攻撃、防がれてる防がれてる防がれてる、よし、いいぞいいぞ、これでまた危ないってなるんでしょうか。いや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 、これ以上持たないそうですよ。顔顔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 顔、よっしゃ。さあ、どうなった。うちの汽車が燃えてる、ほんと。セーブしますか。はい、セーブ完了。いよいよ大詰めじゃな。マラドーたちを倒せば全てが終わる。ここはわしも共に行こう。お主らだけでは危険すぎる。師匠は私と戦った傷が癒えてないでしょう。それに奴らの気配を探るため多くの気も使ったはずです。ここは私が。シャリン様、休んでいてください。たかだか魔王と子分一人です。セナと私だけで十分ですよ。
あなたもです。怪我人はおとなしくしていてくださいな。わかった、うん、お主たちにすべて任せよう。よろしく頼む、ゼルダ・セナ。今のわしにはこれくらいしかしてやれん。あとを頼む。シャニー様、ありがとうございます。セナ、参りましょう。ねえ、セナ。一つ聞かせてください。あなたは戦いが終わったら、その後はどうするのですか？どうするんでしょうね。機関士になりましょう。そうですか。では行きましょう、セナ。さすがはあのばあ様の血筋ということかの。ここまでです、キマロキ。もうあなたの好きにはさせません。言いましたよね。私、あなた方に言ったはずですよね。魔王様の完全復活を震えて待っていなさいって。それなのにわざわざ自分から乗り込んでくるだなんて。最近のガキは言いつけも満足に守れねえのか？あ？上等だガキども、てめえらにきっついお仕置きを食らせてやら、くれてやら。さあ魔王様、融合はもう完全です。やっちゃってください。行きますよ、セナ。